人を好きになる。腹減った。何食う？カレー。カレー？マジだ。カレーというのはまず顔を見て、足を見て、胸を見るだろう。男なら他に何がある？男に限らずみんなそうだ。見えないものまではわからない。心なんて。あの子らが好きなのは俺じゃなくて俺の子。あーって。もう何小池ちゃん、なんで殴んの？え、なんでグーなの？しのあんた、今のグーだったよな。絶対グーだよな。信じら。しのあんた、そんな顔でね、今みたく下品なあくびとかするから、物にした女にそうそう振られたりすんの。その辺自覚してもっとうまくやんなさいよ。はい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 、はい、ああ面倒。人の忠告聞きやしないよ。そんなんじゃ今の彼女に振られるのも時間の問題だね。明日かも。お気遣いなく、もう振られたから。え、いつ？昨日。志乃先輩、私の思ってた志乃先輩じゃないんだってさ。先輩のそういうところ、私、がっかりしました。大体さ、みんな勝手なんだよ。自分から告ってきておいて、思ってたのと違うからって失望した顔すんなっつうの。それもしょうがないって気もするんだよな。あんたの場合さ、見た目と中身にギャップがありすぎんのよね。まあ詐欺みたいなもんかな。弓引いてる志乃はさ、本性知ってる私でも綺麗だって思ったよ。こう、何？ストイックな感じ？小池ちゃんみたいに現実見てくれる子なら楽でいいんだけどな。じゃあ私と付き合ってみる？いいけど。ありえない。よくもまあそんな簡単に。じゃあ今のなし？ない。オッケー。最初からなしのくせに。そんなん分かんないだろ。いつ誰に恋するかなんてさ。おい、篠、ピザとだね。いいね、取る取る。俺、ナスとひき肉。俺、カルビね。肉ばっかじゃん。いいじゃん、これ別に。今日休みなのかな。もしかして、風邪？ちょっと心配だよね。今日は月曜日だからね。まあ、女子としては、セリョウの動きが気になるわけだ。セリョウ？篠、あいつと弓道部で一緒だったよな。ああ、1年のセリオ当時。そう。イケメン同士仲良かったりすんの？全然。挨拶程度。あいつほとんど道場来なかったしな。じゃあ知らないんだ。セリオの月曜は絶対 OK の日っていう話。何それ？セリオはね、週の一番初めに告白してきた女子と付き合うの。まあ表になるもんだから、それは当然月曜日でさ。絶対 OK するんだよね、これが。誰に告られても？そう、誰に告られても。マジか。で、週の終わりには決まって相手にこう言うわけだよ。好きになれなかった、別れようって。あ、小池ちゃん。そう、5月にきっかり1週間付き合ってもらった。何その誇らしい感じ。だってあの瀬業と付き合えるなんてさ、宝くじに当たったようなもんだし。いや小池ちゃん、それさ、俺に言ってたことと矛盾してるからね。凡人にはモテる野郎の考えることは分かんねえ。実際どうなわけ、セリオ当時って。
まあ男前。そんなことは嫌でも見りゃ分かんだよ。よっしゃ行くか。おい、シノ。なんだよ、ピザ頼むんだろ。俺が校門の前で受け取るから、次の課題の俺の分二人に任せた。よろしく。いや、ちょ、え、ほんと、くるくる変わるよな、シノの思考回路。ありゃ、ついてけないね、普通。凡人にはモテる野郎の考えることは分かんねえ。似たようなセリフをいつか言われたことがある気がする。もちろん全く違う状況だけど。今まで全然興味なかったけど、セリョってどういうやつなんだろう。俺の方がまともなことは確かだ。こんにちは。よ、お早い投稿だね、セリョ。今のが今週の彼女？二十歳言ってんじゃないの。見る目ないな、先輩。どっちも外れ。あれ、告られて付き合ったんじゃなくて？あの人は違いますよ。で、先輩、ここで何してるんですか？授業中でしょ。ビザ待ってんの。うち課題だから。ああ、そうなんだ。一週間、夢見るには十分な時間でしょ。セリョは二股なんて絶対にしないし。何です？ああ、今日は告られてねえの？まだですよ。じゃあこれからか。3年生まで知ってるんですね。そのさっき知った。っていうか、それ先に言ったやつだったら誰でもいいの？全然タイプじゃなくても。タイプわかんないでしょ、そんなの見た目だけじゃ。いや、そうじゃなくて、見た目にタイプとかはないわけ。うん、どうかな。例えば癒し系とかグラビア系とかでもいいぞ。あ、先輩の顔は好きだよ。タイプで分けるとそういうことですよね。本当にふと思いついた。じゃあさ、この男がどうするかっていう単純な好奇心。俺と付き合ってよ、セリョ。シノさんですか？はい。あ、税込みで3000円になります。あれ？やっべ、財布カバンの中だわ。じゃあ、これで。ちょっといただきます。え、ありがとうございます。ごめん、財布教室に置いてきちゃった。後でちゃんと返すから。悪いセリョ。いいよ、それより早く戻らないと冷めるよ。じゃあ。いいよ。
シノ、今日帰り HMV 行かね。ああ、いいけど。いや、なんか忘れてるように。なんだよ、部活はもう引退したんだろ。いや、部活じゃなくて。あ、セリオ。そうだ、セリオだ。さっきはどうもな。金返さなきゃ。忘れるところだった。ああ、先輩4組なんだ。うん。俺もなんだ。1年4組。は？今日一緒に帰れるかなと思って。は？あ、なんか予定入ってた。俺にじゃなくてお前に入ってんだろ予定。俺は入ってないよ特に。部活があんだろ部活が。弓道部の先輩として忠告だ。千さんだからさ、もったいないよお前。出ろよ部活。あ、そうだ。話そらすな。いや、そうじゃなくて、携帯持ってる先輩。うん、持ってるけど。よかった。番号とメール教えて。は？連絡するから。なんで連絡？なんでって。お前ってこんな積極的に友好関係築こうとするタイプだったっけ？まあいいけど。はい、携帯。お前やって。登録とかわかんねえ。うん。先輩下の名前何？ゆずる。弓とつる。わかる？部活名前で決めたの。あは。で、何あの二人。さあ。挨拶程度って言ってたよな。ね。何なんだろう。これからゆずるさんって呼ばせて。シノってちょっと呼びづらい。なんで？うん、俺のこと捨てた女がね、シノちゃん。嫌な偶然だ。まあいいけど。こいつにも引きずるような女がいるんだ。心に踏ん切りついてれば同じ名前なんて気にならないだろうに。俺のもそっち入れといたんで。おう、それじゃあまた明日。お、部活行けよ。ゆずるさんがそう言うなら。なんなんだセリオって。一緒に帰ろうって言ってきたり、電話番号だのメアドだの、変なやつ。なんかもういきなりすぎんだよな。あ、じゃあさ、俺と付き合ってよセリオ。これからゆずるさんって呼ばせて。え？シノってちょっと呼びづらい。なんで？うん、俺のこと捨てた女がね、シノちゃん。嫌な偶然だ。まさかな。ありえねえ。
日野はいつだって思ったまま自分の好きなように振る舞う人だった。こんなとこ兄貴が見たら誤解する。夏樹とは別れてもいいんだよ。好きよ当時。好きよ。付き合う前も付き合ってからも別れた後も彼女の態度は変わらない。はい。なんで一回で出ないのよ。桜木町までバイク回してすぐよ。行けない。なんでよ、意味わかんない。昨日まではフリーだったからよかったけど今日からはもうダメ。シノとは二人じゃ会えない。またどうせすぐ一週間で別れるくせに。切るよ。今度はどんな子？年は？二個上の先輩。かわいいの？かわいいっていうか、綺麗かな。私より？そういうの比べるもんじゃないと思うけど。当時のそういうとこ好きよ。また週末に遊ぼうね。その前に兄貴と仲直りしたら。そういうとこは嫌い。じゃあね。好きとか嫌いとか言うな。よくないな。ゆずるさんのこと考えないと。俺と付き合ってよセリオ。びっくりした。あんな人気あるのに彼女いないなんて思わなかった。今度こそ好きになれるだろうか。可能性はゼロじゃない。いつだって週の初めにはそう期待する。なのに相手に対する自分の気持ちはいつもなかなか動いてくれない。自分の心に見切りをつけるまでが7日間。そのスタンスを短すぎるとは思わない。シノに落ちていったのは日ごとだった。
このメールを毎週同じ相手に送れたら。それはすいませんでした。なんか見た目と違うんだよなこの人。やっぱ可愛いかも。え？はい。お前バカだろ。バカだよな。はい、すいません、バカでした。笑いながら謝んな。こんな時間に起きちまってなんかもう寝れないし。どうすんだよ。どうすんのこれ。どうしましょうかね。うわムカつく。殴りて。あ、じゃあ今から俺殴られにそっち行きましょうか。沈黙。怖。星稜。はい。今日の休練ちゃんと来いよな。休練？何の？君は何部の所属だ。言ってみなさい。弓道部？聞いてくんな。お前今日絶対サボんなよ。俺今日顔出しするって今決めたから。起こされた復讐に陰湿な仕事してやる。じゃあな。あばよ。そっか。来るんだあの人。けどちょうどいい。どうせ俺も眠れないし。それに久しぶりにこの綺麗な立ち姿も見たかったし。よし！さあ！鈍っとらんな。最後のあの下品な雄たけびがなければ言うことはなかった。下品？ほんと表情がコロコロ変わる。さっきまであんなに綺麗だったのに。一年また前。はい、はい、しごかれるより、そ
そうやって睨みつけられるだけの方がかえって怖いんですけど。懐中するんじゃない。ろくに部活出てこないくせにね。ひょっこり出てきたと思えばもう勘取り戻してやがる。死後よし、 よし。弓を引いてる姿が一番綺麗だと思っていた今日までは。なあ、ものすっごい今更なんだけどさ、お前んちこっちだっけ？こっちではない。じゃあなんで？東神奈川までゆずるさん送ってこうかなって。何言う？その方が長く一緒にいられる。あのさ、もしかして俺らって今付き合ってたりしてる？そうだね。なるほど。あれ、もしかしてこの人？まあそういうことなら楽しんじゃうよ俺は。え、ゆずるさん、あの昨日のあれってもしかしてデートしよう。セリオ、え、だってもう火曜日だろ。1週間なんだ、あっつー間じゃん。時間は有効的に使わないとな。やっぱり1週間限定だって決めつけてる。あのね、ゆずるさん違うんだ。え、嘘、デートとかない決まり？決まりってルール？ルールなんてないよ。ゲームじゃないんだから。よかった。じゃあやっぱ先飯だよな。腹減った。あ、なんか今急激にラーメン食いたい気分になった。ダメだ、言わなきゃ。ゆずるさん、冗談だったんだ。この人を好きになっても思い合う関係にはなれない。ちゃんと言わないと。遊びじゃないって。だからもうこの人とはここで別れないと。なあ、何やってんだよ。いただきます。
ラーメン嫌だった？え？いや、さっきからお前黙ってるし。俺さ、嫌なんだよね、そういうの。本当は不満あんのに、それ隠してこっちに合わされるのって。そんなつもりない。じゃあ、なんで黙ってんの？それは、ちょっと困ったことが。どうして、どうして切り出せないんだろう。気が乗らないならさ、これ食って今日は帰るか。え？人に合わすの嫌なんじゃないの？そう、もう大っ嫌い。でもお互い楽しまないと意味ないじゃん、こういうの。シューズ、新しいの見に来た。靴？うん、乗った。目を引いてる凛とした立ち姿から想像もつかない。くるくると変わる感情と表情はとても豊かで、なぜか目が離せない。今ってどこいます？駅。どっちの出口使ってる？出口？北口と南口。ああ、南。ガンガン裏道行くぜ。
だと思った。俺はそっちの売店の近くにいるんで。じゃあまたすぐに。え？誰？いるって。え？いる。セリオ君が待ってた。しかもなんか寄せつけてる。びっくりなんだけど。おお、おはよう。おはようございます。おはよう。意外、セリオくんあんまり部活出てないのに仲いいのでしょ。こいつ全然部活出ないよね。はい、そうなんですよ。そうだ、そういえばセリオくん今週誰と付き合ってるの。そうだ、あ、俺やだ。あ、でも似合ってる。ありがとう。でもさ、セリオくん誰と付き合ってるとかあんま教えてくんないよね。ね、誰なの。誰誰なの。教えてよ。教えてよ。だから俺だって。いや、朝先輩。それは置いといて、うん、本当のとこ誰なの。ね、ね、教えてよ。先輩命令だよ、早く言いな。え、気になるじゃん、ね。おはようメール、おやすみメール、一緒に飯食って買い物して映画見てで朝のお出迎え。付き合うってなんだっけ。普通に付き合う、手をつなぐ。わかんねえ、セリオの付き合うってどの辺まで。いた、サンプル。なあ、やった？やったの？何が？やったかやってないか。何がよ。だから小池ちゃん、セリオとやったの？いた。そんなんだから女に幻滅されるんだよ。その顔に産んでくれた親に謝れ。で、でどうなの？やったの？なんであんたがそんなこと聞くの？いや、最近さ、俺ちょっとセリオと仲良かったりするんだよね。だからちょっと気になったっていうか。肩とか手とかも必要以上に触ってこない感じだったよ、セリオって。まあ既成事実作りたくて自分から迫った子が結構いたっていうのを聞いたけど。有名だよ、セリオは医療方面じゃ絶対落ちないって。へえ、もったいな。あ、暴走すれば。何、あんたら本当に仲いいわけ。毎時間来てない。あれ、ナンパなんだか硬派なんだか変なやつな、うん、マジで今日の休み時間全制覇したね君。迷惑だった。だから俺人に合わせないっつったっしょ。嫌なことは嫌って言う。そっか、そうだった。見かけによらず海外しいね。え、俺。そう、俺昨日と今日でだいぶおごってもらったし。これとか。それは普通でしょ、付き合ってたら。誰も信じないけどね。しかもさ、今日一日お前とつるんでるといつにも増して女子からキャーキャーされちゃうね。あ、女の子に騒がれるのは嫌？いや、嫌っていうか、俺のこと全部好きって言ってくれる子がいればそれで十分かな。でもいっぱいいると思うけどな。うわ、お前に言われるとなんかムカつく。あ、ゆずるさん今日帰りは
部活出ろよ。うん。待っててやるから終わったら連絡してこいよな。まあ面倒くなったら帰るけどね。待っててよ、そしたら俺も頑張れるかも。変わったとこにほくろあんだこいつ。汚れじゃないよな。やば、俺六限移動だった。え、あ、ごめん。何謝ってんのか意味わかんねん。スカ行くわ。宇都宮アホーめ、それもしかして俺の教科書さん。宇都宮大好き。ゆずるさん、それ浮気だ。え、何が浮気？そうだよな、浮気は良くないよな。お前が言うとなんか軽い。んなことはねえ。あれ、つうか浮気って何？浮気は浮気。あ、おいおい、見せたいのか。お前らそんなに見せつけたいのか。てかこんな場所で一人暇つぶしてる俺がバカなんだよな。お、お疲れさん。まだギリあったかいぞ。ありがとう。本当だ、あったかい。励んできたか。まあ先輩たちから微妙ないじめにあってますけど。真面目に出てこないからだろ。おかこう来たの久しぶりなんだよな俺。相変わらずバカップルばっかな。俺らもか。そうだよな。やっぱここってさ、毎週一回は来るぜって感じ。こういうとこが好きな子もいれば苦手な子もいるし。
まあこの雰囲気だとするよね普通。俺もしたし。肩とか手とかも必要以上に触ってこない感じだったよ、セリオって。既成事実作りたくて自分から迫った子が結構いるっていうのは聞いたけど、有名だよセリオは色方面じゃ絶対落ちないって。やっぱあれほくろかな。まあ一緒にいたら相手はその気になっちゃうよな絶対に。何人の子がここでこうしたんだろう。こうされてセリオはどうしたのか。小池ちゃん、嘘ばっか。騙された。え？何が？まあいいよ。またあの人の冗談を真に受けてしまった。どんな顔して会えばいいかなんて、こんな感覚久しぶりだな。今日突然ゆずるさんの態度が変わってた。おはよう。おはよう。なんだよその顔。なんか変。昨日はあんなに明るい声で電話してきたのに、今日はじめーっと待ってんだもんな。お前って読めねえな。あ、いきなりおはようの中とかやめろよ。昨日のはあくまでも事故だから、清涼の過失による。笑うとこかよ。昨日のは事故じゃなくて罠だは。お前俺のせいみたく言うなよ。今日のゆずるさんの一言当ててあげようか。当てて。歴史、しかも日本史。え、なんでそこまでわかんの。調べちゃった。
で眠い。寝たら語源まで結構時間あるし。だって俺前も寝たじゃん映画で。俺は気にしないけど。マジで？うん。そう。じゃあ膝枕してよ膝枕。よいしょ。うわ、ゴツゴツしてる。そりゃ女の子じゃないんだから。そうだよな。セリオのモモがぷよぷよしてたらちょっとないよな。まあこれはこれでいい感じ。ちょっと。あ、そうだ。うちのクラスにさ、前セリオと付き合ってた子がいいんだけど、小池ありさ、わかる？うん、わかる。だよな。小池ちゃんさ、キャラ強烈だし、ダチにするにはいい性格っしょ。今も遊んだりしないの？一度付き合ったことは連絡取らないようにしてるんだ。でも携帯かけてくる子はいるっしょ絶対。どうかな、知らない番号は出ないようにしてるから。それって携帯の登録消すってこと？メールも？マジでそれっきり。冷たくね。じゃあゆずるさんは自分が付き合ってる相手に気のある誰かから電話かかってくるの平気？そりゃ面白くねえけど。じゃあさ、来週になったら俺の番号も消すわけだ。それは俺が決めることじゃなくて。そうだよな、俺らそういうんじゃないもんな。いいんだよな、別に惚れてるわけじゃないし。そうだね。ちょっとごめん。あげたのに、あいつまだ怒ってんの。どう思う？そっちはちゃんと謝ったの？なんで私が謝んのよ。当時まで夏希の味方？味方って浮気したの篠だろ。私が悪いんじゃない。ごめん篠、今ちょっと。お前のことが好きっていう女の番号はサクッと消して、自分が好きな女の番号はちゃっかり残すってどうなの？勝手じゃねえ。なんでゆずるさんが怒るの？なんでって、今お前と付き合ってんのが俺だからだよ。悪いかよ。
泣いてるの。もうさ、許してあげなよ。1年も前の1回きりの浮気に志乃は十分やり返したよね。泣き寝に回数なんて関係ないよ。1回か10回でも同じだよ。うん、許せないんだね。志乃は誰よりも兄貴のことが好きだから。志乃にそこまで思われてる兄貴がずっと羨ましかったよ。俺当時はまず入ってるもんね。入ってません。ねえ、好きだよ当時。うん、俺も好きだよ。でも寝落ちしたんだって。え、寝落ち、寝落ちはやばいよね。やばいっすよ。せっかくさ、なんかさ、お疲れした。お疲れ、お疲れ、お疲れ。えらいじゃん。でしょ、バーガー。全然偉くねえよ。部活は出て当然なの。それが普通。悪かったなって思ってさ、昼間の。あの後よく考えてみるとさ、なんであんな腹立てる必要あったのかなって。自分でもよくわかんねえっつうか、なんつうか。俺、何怒ってたの？さあ。でも謝ってもらうようなことじゃなかったよ。俺ね、恋人には束縛されたいタイプだから。俺も好きだよ。でも何？志乃からの電話にはもう出ない。志乃が兄貴を一番に思ってるみたいに。できたんだ俺にも。志乃よりももっと一番に好きな人が。Thank you.